はい、こんにちは。ドラゴントロズの橋本龍です。今日は終了審査会場の、視察というか、監修という感じで、今日も屋外ですね、フィールドに来ています。さて、今日のお話は、こういうフィールドで行うこと、そう、終了審査、もしくは、実技試験、実地試験ですね。NK で日本海事協会でやっているのは、実技の実地審査、実地試験ですか。で、登録講習機関でやっているのは実地修了審査ですね、をやっていると思うんですけども、よく巷では、どうやらいわゆる一発合格、日本海事協会で、受験する一発合格の方が価値が高いんじゃないか、登録講習機関で合格したものはそれほど価値がないんじゃないかと言われていると思いますが、それはですね、結論から先に言ってしまうと全く同じだということです。なんで同じかというと、基本的には航空局、国土交通省、国がですね、告示している試験の最速、実施最速に基づいて、終了審査、もしくは日本海事協会での実地試験のうちの実技試験をやっているということですね。実地試験、すべてありますよね。机上から実技、口述というような流れですが、細かい話は省きます。そこでですね、なんでこんな話が巷で出てるのかなと思って、いろいろ考えてみて、そのデメリットメリット、そういったものを考えてみました。大きく違うなと、物理的に何が違うかというと、日本海事協会で行っている、実地試験に関しては、どういった機体が使われるかというのは事前にモデル名は言われていますけども、その機体特性を測り知ることがないということですね。唯一のチャンスというのが、起動を終わって作動点検ですね。離陸をしたり、前後左右回転の点検を行うといった時に、その特性が理解できるんだなと思います。特にですね、これは登録講習機関でも、日本海事協会でも、ファントム4を使われているケースが多いです。ファントム4かなり個体差があります。またですね、ファントム4もデビューしてから何年、4年以上経ってるんでしょうかね。そういった中で考えられるのが、個体差が非常に著しくなってきてるんだなというふうには感じます。理由は簡単です。もうフライトの回数が多い、そしてかなりヒットしている商品なので、このフライトの回数もさることながら、製造の時にですね、かなりの台数を製造しているといったところで、初期型から最後のレイテストモデル、特に皆さんお使いになっているのがファントムの V2、V2.0 を使っていると思うので、最終型とも随分変わってきてしまってますよね。見た目は変わらないと思いますけど、モーターの、製造会社が違っている可能性もありますし、トータルのバランスがこだわっている場合もありますし、製造の品質保証の範囲のばらつきの上限、下限値でも同じものでも同じモデルでも違うといったところで個体差があります。この個体差を知ることができないのが指定試験機関で行われている実地試験。事前にこの個体差を知ることができるのが登録講習機関ではないかなと思います。どうやって知ってるかというと、それは実技講習において同じ機体を使っているケースが多いからということが答えです。なので合格しやすいかというところは、物理的な部分を客観的に見ると、そういった構造的な問題から、事前に終了審査に使われる機体をトレーニングで実技講習で使っているがゆえに、慣れてきたがために操縦がしやすくなるという点では、登録講習機関の方が有利かもしれません。今日はですね、富士山が望めるところに来てるんですけども、今日は残念ながら、ちょっと曇ってて富士山が見えるかどうかわからない状態ですね。この動画がいいと思ったらグッドボタン、そして悪いと思ったらグッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。
Thank you.